あらいらっしゃい、見てペヤングをね半分こずつしてくれる兄貴よね。今日はねそんな兄貴とねタイマン張ったわね。というわけでさ、ゲジ箱だからちょっとわかんないからさ、左のうなじ、あー右手がバー上でもしょうがないわね。これはグッと上げて、あーなになになに、なに思ったより動くじゃない。そっかそっか、左手はかなりお強いわね。じゃあ今度は右手ね、右手で右の手前の角、そう上から見た時のデリケートゾーン、ここに手を突っ込んでいく。あーっと、うん、ギリギリ入ったって感じね。これどうかしら、強かったら持つんだけど、あ、悪くはないわね。この動きは悪くはないわ。じゃあ、もう一度、もう一度、しっかりと右手を入れたいんだけど、あの強さだとね、若干心配だったから、今度は対角線よ。いい？対角線で、この右手で右の手前の角を手前に引っ張るの。そう、引っ張って、こっと、あー、いまいち引っ張りきれなかったかな。もうちょっと奥でもよかったかもしれない。まあ、この形になった時はね、だったわ、してる頂点を、ね、そう、本体で押し当てて、で、この形を想像して、ね、押し当てた時の形を想像して爪を入れていくの。そして、ぎゅっと書いて手前、左が強い、右が弱い。こんなところでも影響があるわね。まあいいわ。これはじゃあね、奥の角、ね。そうそうそう、またできっとできてるであろう。デリケートゾーンに左手を入れていく。ちょっと奥から滑らせて、ぎゅっ。ああ、いい感じね。そして、アームが閉まる時に、ぎゅっと書いて、まあ、悪くないわ。うん。思った動きとはちょっと違ったよね。私はあの、まんまね、浮かずに動かすつもりだったんだけど、まあ、浮いてくれてもいい形になったらね、これ右側のさ、移動制限がいっぱいいっぱいでさ、これ本当は平行移動した方がいいんだけど、これ若干寄せが甘い状態で行くから、ああ、やっぱり残るわね。でもこうなった時はね、もう簡単よ。あとは、右側、手前を押さえて、左手でめくる。いい？見ててよ。右側を押さえに行くのね。これちょっとバー上に乗っちゃうんだけど、それでも大丈夫。左手がしっかり角の手前に入ってれば、ここでキュッとアイキドアプププドアプププドゥ。チャンネル登録、評価ボタンお願いしてもよろしいかしら。はい、じゃあね、お次はね、クラウドキャッチャーさんで、ありのままの女王をありのままの姿にしていこうと思うわ。って何？そんな大げさなもんじゃない。とりあえずね、わかんないからさ、また左のうなじ当てずっぽうで、若干寄せは甘めだったんだけど、これがギュッと上げてくれると、ああ、もうちょっと寄せたったら、あったかもしれない。寄せたったらね。いいの？ね、じゃあね、これはもう完全に角度的に縦はめがいいから、右手、そう、右手でまたしっかりと寄せて、キュッと書くと、そう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 、反対側で立つ。あ、立たなかったわね。おかしいわ。これ立つ予定だったんだけどね。まあ今このままね、縦はめで進めていきましょう。今度は左手でしっかり、しっかりと寄せてグッと、そうそうそう、この感じ、この感じ、いいわね、この感じいいわね。あわよくば、若干あるけど、まあ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 、そうでもないわね。よいしょ、はい、いい感じ。じゃあ次はね、今度は右手、こうやってね、右左右左、これが基本の縦はめね。うん、ちょっと若干不安だから、バー手前ね、抜けちゃうと寂しいからね、バー手前、右手をしっかりと入れて、ここでキュッと上げて、左に傾きながらの、あー、来たわね、すごくない？縦はめ4ってね、はい、行くわよ、プープッピッドゥよ、プープッピドゥ。カマコの沼。じゃあね、もう一回クラウドキャッチャーさん。これね、なんかね、橋渡しのさ、なんか、なんていうのこれ、なんか、なんていうのこれ、ね、
これをさ、これでさ、こうしてみたんだけどさ、ボキャブラリー足りないわ。ね、そうそう、ギューンってやってぐるんぐるんぐるん、面白くないこの動き、ぐるんぐるんぐるんってなるのよ。ね、でさ、こうなった時はさ、ちょっとさ、いろんなとこ持ち上げたい気持ちあるじゃない？ね、でもね、あえてね、ここはつくの。ね、反動を使いたいからさ、この曲線だらけじゃない？今失敗したけどね。でもさ、こううまく反動を使うと意外とね、持ち上げてスカッてなるよりも簡単に取れたりするのよ。これ見てて、ギュッて押さえるじゃない？ほんでピヨンと、あー来たわ、プープーピッドゥーよ、プープーピッドゥー。カマコの沼。はい、じゃあね、ラックロックさんに戻ってきて、もう一度疑似箱ね、触っていこうと思うわ。またね、これもね、証拠にもなくね、左うなじを触っちゃうのよ。いい？左うなじ、ちょっと若干寄せは甘めかな、ギリッギリじゃなくてちょっと余裕を持った感じ。右手でしっかりとフォローが入っての、うん、どうした、あーらららら、ちょっとね、ババってなったわね。ね、でもまあまあこの動きだったわっていうことで、じゃあね、今度ももう一度ね、若干縦はめ狙いね、うん、右うなじを触って縦はめにしていこうと思うのね。これギュッと上げて、あらあらあら、なにこれ、ん、ちょっと中途半端だけどね、いいんじゃない、今日は初めてだからね、行くわよ、せーの、たったわ。はい、でね、この形で立ったとき、この形で立ったときは、そう、奥を回していくんだけど、角度が若干微妙だから、これは外側ね、外側からしっかりとアームを入れて、ここからギューンと回してた。はい、来たわ、ゼロ、プープーピッドゥーよ、プープーピッドゥー。